こんにちは、速解塾の久保です。今回はですね、 FX がなぜね、なかなか身につかないのかについてちょっとお話ししていこうかと思います。今日お話しするのは1点です。それはですね、 FX を勉強する環境、主に時間なんですけども、この時間を確保してないからだと思うんですよね。1日は24時間です。24時間のうちに一番最初に FX を必ずするぞっていう、例えばね、1時間を確保して、そして残りの23時間で今までの生活とかお仕事ですとか家族関係とかを繰り返すっていうふうなことにすると、この1時間っていうのは侵害されずに済むわけなんですよね。でも大抵の方は24時間を今まで通りやって、空いた時間のどこかでやろうと思ってるんですよ。これではね、絶対に身につかないと思います。必ずですね、一番最初の時間割として睡眠時間の前に FX ってものを24時間の間の1時間なり30分なりをボンとぶち込んで、これをやめないってことなんですよ。で、そのためにはどういうふうな意図を持ってこの1時間なり30分を確保してるのかってことを、ご家族の方とかに、ね、話さないといけないですよね。で、その間 FX を取り組んでる間はスマホも電源を切るということで、絶対にテレビを見ながらとか YouTube を見ながらとかメールを見ながらとかしないことです。30分はきっちりと FX だけに集中するってことをやらなければ、もうね、手も足も出なくなります。多分ね、この固い決意を初日はされるのかもしれませんけども、10日とか20日とか1ヶ月過ぎると、なんとなくながらになってるんではないかと思うんですよ。私でさえね、今ね、 FX をやるときは FX 以外の環境をシャットダウンしてやってます。家族にもそういうことを話して、絶対にここはもう電話がかかってきても話しかけられても全然もう無視するぐらいの勢いでやるよってことでね、もう本当トイレも行かないようにしてやってます。その私の場合は今30分確保してるんですけども、30分の前にトイレに行って、それからもうなんていうんですかね、着替えですかね、着替えも薄着でやってるんですよ。なぜなら、まあ私も家なんでね、ピンポンと押されることがあるんですよ。そこでも薄着だったら出ていかないっていう風な、こう覚悟が固まるんですよね。下手にですね、すぐに出かけれるようなそんな覚悟、格好だと出ちゃうこともありますんで、私はね、今出て行ったら絶対に恥ずかしい思いするなっていう風な格好でやってたりするんですよね。それからね、与沢翼さんからフォローアップの、FX の取引サイトが送られてくるんですよね。今オンラインサロンっていうやつ、与沢サロンっていうのが、ちょっとこれを見る時間は私全く確保できてなかったんで、見てない状態です。せっかく与沢さんがね、善意で送ってくださってるんですけども、自分の生活スタイルを作ってしまったんで、そこにね、イレギュラーでもどんなに得のある情報だと思っても、もうね、そこ入れないようにしてるんですよ。それはね、ある意味すごくもったいないことではあるんですけども、これもね、ご縁なのかな、自分の力量なのかなってことですよね。自分の力量に合わないようなタイミングとか物量とか、それからスキルってものはやっぱりね、手に取るべきではないかと思って、私は今自学自習をする時間だと思いますんで、今までやってきたトレードを振り返って、それをね、深く濃く固めていくっていうふうなことをやっぱり心がけています。今までもね、 FX を始めて2回ほどまた1からやるっていう時を設けました。で、おそらくこういうことってのはほとんどの方されないんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりね、ちょっと混乱して勝てなくなったなと思ったら、今日から初日だと思って一番最初の本当にイロハのイからスタートするぐらいの腹積もりもいると思います。これ非常に大事なことなんでね、下手にね、知ったつもりでいて振り返らない、復習しない、濃くやらないって、最初からやり直さないってことになると、本当分かんないまま進んじゃうんで、分かんないまま進めばね、これはね、勝てないまま進むのと同義語だと思いますので、長い間関わってはいるんだけど FX なかなかね、成績が出ないってことは、それはちょっとやる密度がね、ものすごく薄かったんじゃないかなってことを反省してもらいたいと思います。私から申し上げるのは今回それだけですね。絶対にこの確保した1時間っていうのを、他のスケジュールを入れる一番最初、もうその前に、一番最初ですよ、24時間中の一番最初に FX の時間っていうのを設けないと、それはね、空いた時間でやろうとか、まずは睡眠時間、まずは仕事の時間、まずはなんとかの時間、そしてそろそろ FX の時間入れようかな、ポチって入れちゃダメなんですよ。絶対にこの時間だけやるぞって決めてるんですよね。で、私の場合は皆さんへ動画解説するときって、朝の6時から7時の間のどっかじゃないですか。ほとんどここずれないですよね。だいたい6時半中心に送ってるんですよ。で、もうこの時間っていうのは、どこにいても何をしても絶対に FX の相場解説をするんだって決めてるわけなんですよね。まあ、ですので、もう今となっては自分の体が勝手にその時間にやるって形になってますんで、まあ、10分前後遅れる時はありますけどもね。でも、まあ、ほぼ朝7時から7時の間、朝6時から7時の間に動画解説を送ってると思います。まあ、ここら辺はね、ほんとしっかりとこれからも見ていただきたいと思います。さすがに、私がね、自分で作ったルール、自分にこうやってお話してるルールを自分で破るってことにはいきませんのでね、もうでも今は染みついてますね。その代わりイレギュラーで用事入れられないんですよ。突然ね、電話がかかってきても私出ないです。突然人が来ても出ないです。まあ、それはしょうがないですよね。そういう意味では本当に今自粛ムードですけども、私の方がね、完全に自粛してるような形ですよね。で、ちょっと余談になりますけども、例のコロナ騒動はね、
ちょっと騒ぎすぎだなと思いますし、その緊急事態宣言が長引いて本当にね付き合ってられないなって気持ちがあるんですけども、まあでもね、緊急事態が出てようが出てまいが、私の暮らしはこうやって部屋の中でこもって相場解説したりとかね、 YouTube 撮ったりとか全く変わらないんですよ。でしかも感染症対策は多分誰よりもしてると思いますよね。だから本当にね、私はね、手放しに好きなことやればいいんじゃないっていうことじゃなくて、ちゃんと感染対策はある程度してね、それこそ防護服着て外に出るみたいなことしないじゃないですか。ってことはやっぱりね、ある程度にしかできないんですよ。みんなある程度にしかできないのに人がやってないと批判するみたいなね。それこそ広い野っ原をね、一人で散歩してるところでマスクかけてないだけでも指さすみたいな、それ極端になってるんですよ。はっきりゴルフなんてのはあれだけ広い環境で密集もなくやってるわけなんで、ゴルフなんてどんどんやってもらえばいいと思うんですけども、ゴルフですらダメなんですよ。で江ノ島海岸のこととかも言われてましたけども、海岸なんて本当に密集とかが屋外だし全然構わないわけですよ。まあただそこに向かうまでの道路とかね、それから近くのコンビニとか店舗っていうのは密集が避けられないんで、それは江ノ島の件はどうかなと思いますけどね、全体的には。ただ海岸で人が出てる分には全く問題ないんで、その一点を捉えて攻めるのもちょっとやりすぎなんじゃないかなと思っちゃいますけどね。まあちょっと FX の話がずれましたけどね、 FX はとにかく真っ先にその FX をやる時間っていうのを設定しないと、まずそこでそれができていなければ、もう本当にそこで負けちゃうんですよ。だからね、ずっとではないですよ。せめて3ヶ月ですよ。3ヶ月3つでやったら、それは、ね、一定のレベルで大勝ちはできないけども、少なくとも大負けはしないようなレベルになってきますんで、で負けた時はちょっと、勝った時は結構勝つみたいなことになれば、4対6で勝ち6割ってできるわけですから、それはちょっと目指していきましょう。そうすることによっても FX でお金が一生減らない、地盤ができますから、それが初心者のスタートということでございますね。まずは初心者になっていきましょう。初心者になれずにね、負けばっかりだと、これはもう初心者っていうかね、初級者というか、ちょっとなんて言ってるのか分かんないですけどね、それもったいないんでね、せっかく FX なんて素晴らしい方法を手に入れたわけですから、もう自粛ムードとかもう本当に全然怖くないですよ、 FX があったら。そこをね、皆さんぜひね、目指していただきたいと、初心を忘れるべからずでやっていただきたいと思います。本日は以上です。